福岡旅行も終わりまして福岡空港へ来ましたこの日の朝は牛タン定食を食べて程よくお腹がいっぱいになっていたんですけれどもこちら福岡空港でラーメンを食べる時間があったのとお腹の具合もラーメンいっぱいぐらいであれば食べれそうだなということでラーメンを食べてみることにします前回福岡空港に来た時はこの近辺のラーメン屋さんのうなりで食べたんですけれども やっぱり博多の豚骨ラーメン美味しいですので今回は博多一校舎のラーメンを食べてみようと思いますこの博多一校舎のラーメンも食べたことがなかったので実際の店舗でどのような味が気になり行ってみることにします店内の雰囲気はこのような感じでした 到着したのが時間10時から10時半ごろラーメン店に到着したという感じだと思ったんですけれどもこの時間であればまだ並んでる人も少なくてほぼ満席の状態でしたけれども入,入るとすぐに大体座れてちょっと待ってはラーメンが出てきたという具合でしたそれでは今回注文したラーメンですけれども豚骨ラーメンになります値段は800円で 味玉ラーメンとちょっと迷ったんですけれどもやっぱりノーマルのラーメン食べたいなということでこの豚骨ラーメンにしました見てわかると思うんですけれどもスープの部分がちょっとこう泡立っていてクリーミーな感じがすごく伝わってくるのではないでしょうか麺ですけれどもこのような感じのストレートの細麺で注文した時の硬さですけれども片面にしました 博多ラーメンのバリ方まだ注文したことないので今回何回か片面の方を注文してみているので今度機会がありましたらバリ方もどんな感じかなと気になっているので試しに食べてみようかなと思っていますスープもしっかりと豚骨の風味ありまして香りもしっかりとしていましたし油とスープのこう何て言うんですかね えー、混ざった時のこの泡もあるような感じでまろやかな甘さもありながらしっかりとしたうまさもあってですねすごく美味しかったですこのシンプルな感じのストレート麺の風味とよく合うなという具合で、まあ、札幌の卵麺のような強い風味ないのでこのような豚骨のラーメンの風味と麺のこの相性はですねこのラーメンに関してはやっぱりすごくいいので博多の豚骨ラーメン美味しいなと思います でラーメンの上の方にキクラゲ見えるかと思うんですけれどもこのキクラゲもコリコリっとした食感がありますのでラーメンを食べながら途中で食感を変えてキクラゲ食べてみるというのもすごくですね食感変化がありまして良かったですまだ博多でラーメン何回かしか食べたことがありませんけれども大体いいこのキクラゲの食感すごくコリコリっとしていてぬるっとしたタイプではなくてこのコリコリの食感がありますのですごくいいなと思いました チャーシューですけれども結構な薄切りの感じですので食べた時すごく口どけよくて柔らかくて美味しかったですで脂身なんですけども程よくあるという感じですがおそらくまあ赤身の割合の方が結構多いなという感じですけれども薄切りになっているのですごく滑らかな食感と柔らかな食感で食べれるので美味しかったです もうちょっとガッツリ肉を食べたいなっていう感じの時にはちょっとチャーシューの方が物足りないかもしれませんけれどもその場合にはまあチャーシュー追加で注文できれば追加してみるとかあとチャーシューラーメンなんかにしてみてもいいのかなと思いますチャーシューラーメンにするんであればご飯にチャーシューを乗せてご飯と一緒に食べるの美味しいと思うので白いご飯も一緒に注文するといいと思いましたあと今回は餃子注文しませんでしたけれども ここの博多一校舎のお店では博多一口餃子も注文できるようで5個で350円10個で670円というふうになっていたのでビール注文して餃子飲んでラーメン食べるというのもいいと思うんですけれども、まあ、今回はちょっとこれから帰るということでこの後車の運転もありますのでビールは注文できなかったので餃子もまあいいかなというのと、えー、朝にですね すでに牛タンの定食食べていますので、まあ、ラーメンだけ食べてちょうどいいかなというお腹の具合でしたのであんまり食べてもお腹いっぱいになりすぎるのでこのぐらいでちょうどよかったです今回のラーメンは濃厚豚骨スープのラーメンの方ですけれどもあっさり塩豚骨というのもありますのでそちらの方があっさりとクリーミーもうちょっとしっかり味わえてすっきり食べれるのかなと思いますので塩ラーメンで少しあっさりでありながらコクもあるような タイプの塩ラーメン好きな方はそちらの方注文すると美味しく食べれるのかなと思いますので博多一行社へ行く時にはぜひチェックしてみてくださいご飯系のメニューに関しては博多明太丼というのとチャーシューマヨ丼というのがありまして380円でありましたあと辛いタイプのピリ辛のラーメン赤ラーメンとか焦がしニンニクまーゆ入った 黒ラーメンなんかもありましたので、そういったちょっと香りだれのラーメンなんかも注文してみると、普段と違ったラーメン食べれていいと思います。空港だと時間がないと結構慌ただしくなってしまって、食事どうしようかなって迷うと思うんですけれども、ここの福岡空港ではラーメン店結構いくつかあって、空いていればすぐ注文して食べて移動という風うにできると思いますので、ラーメンなんかですね、いいと思います。 ただお昼時になると前回来た時は結構並んでたので少し10分15分もあったりまあ並ぶ列の長さ人気店によってはもうちょっと並んだりすると思うのでその辺はちょっと考慮しながら他の空いてる店に入ってみるとかするといいのではないでしょうかあとラーメンの調味料なんですけれどもテーブルの上にごまであったり餃子用の ラー油油とか醤油などを置いてありましたし、生姜とからしたかな置いてあったんですけども生姜ちょんとのせてですね食べてもすごく美味しかったので気に入りましたこのまろやかな濃厚スープにこの生姜の爽やかさ一緒に食べるとすごくよく合いましたので美味しかったですでからしたかながこの名物やっぱり博多ラーメンといえばからしたかなというイメージあると思うんですけれどもちょっと味が濃いのでたくさん入れすぎてしまうとしょっぱい感じがありますけれども 程よい分量を入れることでスープの方にからしたかなのこの濃厚な味の風味とあとこの食感ですね食感シャキシャキのいい食感加わりますので美味しくなりますあとはスープ唐辛子などで辛くするというのもあると思いますけれどもからしたかなの方もなかなかいい辛さがあるので辛さの調節でちょっとピリッと食べたいなっていう時にもこのからしたかなを入れて食べてみると とい,うのもいいいいううののもでではないでしょうかそして周りのお店の様子ですけれどもラーメン店こんな感じでいくつかありますので気に入ったラーメン屋さんに行ってみるといいと思いますちなみに前回行ったところはこのうなりというお店でえバジルスープのあったうーんとラーメンもありましたのでそういった感じのイタリアン風の変わり種、ね、ラーメンなんか食べたい時にもいいと思いますのでこちらの方も気になったらチェックしてみてください